あなたが学校のトイレに行くとき、何気ないその一歩が恐怖の入り口かもしれません。日本中の学校に伝わる花子さんの都市伝説、信じるか信じないかはあなた次第です。日本の学校には数多くの怖い都市伝説が存在します。その中でも最も有名なのがトイレの花子さん。あなたは聞いたことがありますか？夜遅く、または放課後の静かな学校、誰もいないはずのトイレで花子さんが現れるという話。多くの子どもたちがこの話を信じ、夜の学校のトイレを避けるようにしています。しかし、実際に何が起きるのでしょうか？まず、花子さんは多くのバリエーションを持つ伝説です。一般的なバージョンでは、学校の3階の女子トイレにある3番目の個室でノックを3回すると、花子さん、いますか？と声をかける儀式が行われます。すると、どこからともなくいますよというかすかな声が返ってくるというのです。そして、扉を開けた瞬間、白いワンピースを着た少女がそこに立っている。この少女こそ、花子さんだと言われています。では、なぜこのような伝説が生まれたのでしょうか？一説には、戦後の混乱期に起こった実際の事件が元になっていると言われています。空襲の際、学校に避難していた子どもたちの中に、花子という少女がいて、その子が爆撃で命を落としたという悲劇的な出来事が、怪談として語り継がれたのかもしれません。また、学校という閉鎖的な空間は、日常から切り離された異質な空気を持ちやすく、特に夜になるとその静けさが恐怖をかきたてる要因にもなります。さらに、花子さんにまつわる話は時代や場所によって微妙に異なります。例えば、ある地方では、花子さんに遭遇したら決して目を合わせてはいけないと言われており、目を合わせるとそのままトイレの中に引きずり込まれてしまうとか、また、別の学校では、花子さんを追い払うための特別な儀式が存在するという噂もあります。このように、学校ごとに独自の解釈や対策が広がっているのも、花子さんの都市伝説を一層ミステリアスで恐ろしいものにしているのです。花子さんの都市伝説がこれほどまでに人気を集める理由の一つとして、子どもたちの間で怖いものを共有するという文化があることが挙げられます。誰もが一度はやってはいけないことに挑戦した経験があるのではないでしょうか。学校のトイレという日常の一部が突如として恐怖の舞台に変わる瞬間、そのスリルが話題となり、友達同士で語り継がれていくのです。そしてこの話を信じるかどうかは人それぞれですが、実際に花子さんを呼び出そうと試みた人も少なくありません。その結果、多くの人が実際に何も起きなかったと話す一方で、扉を開けた瞬間、なぜか異様な歓喜がしたとか、突然トイレの電気が消えたという体験談も後を絶ちません。こうした細かな怪異の積み重ねが、さらに恐怖を増幅させているのでしょう。トイレの花子さんは単なる噂かもしれませんが、怖がる気持ちには根拠があるのかもしれません。次に学校のトイレに行くとき、その静寂の裏に何かが潜んでいるとしたら、あなたはどうしますか？コメントであなたの意見を聞かせてください。チャンネル登録お願いします。